My message focuses upon the relationship between 私はイエスがキリストであることという証を得ることと、イエスキリストの福音に帰依し改心することの関係に焦点を当ててお話しします。私たちは証と改心というテーマは切り離して別々に取り上げるのが普通です。しかしこの2つの重要なテーマを一緒に考えるとき、展望が大きく開け、霊的な確信がさらに増します。聖霊が一人一人を教え強化してくださるよう祈っています。私たちは使徒ペテロの働きから証と改心について多くのことを学べます。イエスはピリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、弟子たちにこの心にしみる質問をされました。あなた方は私を誰と言うか。ペテロは率直に答えました。あなたこそ生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に向かって言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父である。ペテロの返答と救い主の教えから明らかなように、証とは個人が啓示によって得る霊的な真理についての知識です。証は神からの賜物であり、神のすべての子供たちが得られるものです。誠実に真理を求める人は誰でも、そのために必要なイエス・キリストを信じるごくわずかな信仰を働かせて試し、言葉の力を使い、聖なる御霊の勧めに従い、目覚めて神に従うことで証を得ることができます。証は個人の責任を増すものであり、目的と確信と喜びの源です。霊的な真理についての証を求め、それを得るためには誠心誠意で救い主を信じて問い求め叩く必要があります。証の基本部分は、天の御父が生きていて私たちを愛しておられ、イエス・キリストが救い主であられ、完全な福音がこの末日に地上に回復されたということを知ることです。救い主は最後の晩餐で弟子たちを教えたとき、ペテロに言われました。シモン、シモン、見よ、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願った。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直ったときには兄弟たちを力づけてやりなさい。興味深いことに、この力強い使徒は主と語り、主と共に歩み、多くの奇跡を目撃し、救い主の神性について強い証を持っていました。それでもペテロは聖霊の改心と清めの力について、また忠実に仕える義務についてイエスからさらに教えを受ける必要がありました。イエス・キリストの福音の本質は、私たちの性質そのものを根本的かつ永遠に変えることです。それは救い主の贖罪によって可能となるのです。真の改心は人の信条、心、生活に神の御心を受け入れて従うという変化をもたらします。それにはキリストの弟子になるという自発的な決意が伴います。改心は証の基盤を大きく、深く、また広くします。改心は本人の悔い改め、従順、熱意に伴って神の啓示が与えられることによるものです。誠実に真理を求める人は誰でも心の大きな変化を経験し、霊的に神から生まれて変わります。私たちは救いと生命の儀式と誓約を尊び、キリストを確固として信じて力強く進み、信仰を持って最後まで耐え忍ぶとき、キリストにあって新しく作られたものとなります。改心とは、証の賜物に感謝して神に自分自身と愛と忠誠を捧げることです。モルモン書には改心についての人を鼓舞する話がたくさんあります。ヤコブの子孫アマリカイはこう述べています。私はあなた方がイスラエルの聖者であるキリストのもとに来て、キリストの救いとキリストの贖いの力に預かるように望んでいる。まことにキリストのもとに来て、自分自身をキリストへの捧げ物として捧げなさい。イエスがキリストであられることを聖霊の力によって知ることは重要であり必要です。
しかし真心からキリストの身元に来て自分自身を捧げ物とすることが単に知ること以上に必要とされています。改心には心を尽くし、精力を尽くし、思いと力を尽くすことが求められます。ベニヤミン王の民は王の教えに応えて叫びました。その通り、私たちは王が私たちに語ってくださった言葉をすべて信じています。また全能の主の御霊のおかげで私たちは王の言葉が確かで真実であることを知っています。御霊は私たちが悪を行う性癖をもう二度と持つことなく、絶えず善を行う望みを持つように、私たちの中に、すなわち私たちの心の中に大きな変化を生じさせてくださいました。王の言葉を受け入れ、それが真実であるという証を得、キリストを信じる信仰を働かせたことによって、心の大きな変化と自分自身を変えてより良い人になろうとする固い決意が生じました。ヒラマン書には改心したレーマン人のことが次のように述べられています。自分の義務の道にあり、神の御前を注意深く歩み、神の戒めと神の掟と神の裁決を守るように努めている。そして彼らは残りの腹からにも真理を知らせようと熱心に勤勉に努めているので、日々彼らの仲間に加わる者が多い。これらの例から明らかなように、改心と関連する重要な特性は、心の中に大きな変化を経験し、絶えず善を行おうという気持ちを抱き、自分の義務を果たし、神の御前を注意深く歩み、戒めを守り、熱心に勤勉に奉仕することです。明らかにこのような忠実な人は、主とその教えを深く愛しています。多くの場合、改心は継続的な過程であって、大きなあるいは劇的な経験から生じる単発的なものではありません。教えに教え、訓戒に訓戒を加え、次第にほとんど気づかないほど少しずつ私たちの動機、思い、言葉、行いは神の御心にかなったものとなります。主に帰依するには根気と忍耐の両方が必要です。レーマン人サムエルは主に帰依する5つの基本要素を明らかにしています。 1. 聖文に記録されているままに聖なる預言者の教えと預言を信じ、 2. 主イエス・キリストを信じる信仰を働かせ、 3. 悔い改め、 4. 心の大きな変化を経験し、 5. 信仰において確固として堅固なものになることです。これが改心への道筋です。証は継続的な改心の第一歩であり、前提条件です。証は出発点であり、最終到達点ではありません。強い証は改心が確立される基盤です。証だけでは現在も将来も私たちが住んでいる末日における暗黒の嵐と悪から身を守るのに十分ではありません。証は大切であり、書くことのできないものですが、私たちが必要とする霊的な強さと保護を得るのに十分ではありません。証がありながら揺らいで教会を去った人々がいます。彼らの霊的な知識と決意は直面した問題に対処するのに十分ではなかったのです。証と改心の関連性について重要な教訓をモーセの息子たちの伝道の働きに見ることができます。アンモンと彼の同僚たちが啓示と預言の霊によって行った宣教と、彼らを通じて数々の奇跡を行われた神の力によって信仰を持つようになったすべての人、すなわち真理を知るようになったすべての人は、主が生きておられるように確かに彼らの説教を信じて主に帰依した霊満人は皆二度と道を踏み外さなかった。彼らは義にかなった民となったのである。まことに彼らは謀反に使う武器を捨てて、もはや神と戦わなかった。さて、主に帰依したのは次の人々である。これらの説で2つの重要な要素が述べられています。1. 読む 1. 真理を知るようになる。これは証と解釈できます。 2. 主に帰依する。これは救い主とその福音に帰依することと理解できます。したがって証と主に帰依することの両方が力強く結びつく
と確固として堅固なものとなり、霊的な保護を得られるのです。彼らは二度と道を踏み外さず、謀反に使う武器を引き渡し、もはや神と戦いませんでした。利己心、高慢、不従順など心に抱いていた謀反に使う武器を捨てるには、簡単に信じることや知ること以上のものが必要です。謀反の武器を放棄する前に確信、謙遜、悔い改め、従順さがなければなりません。私たちは主に帰依することを妨げる謀反の武器をまだ持ってはいないでしょうか。まだ持っているようであれば、今悔い改める必要があります。レーマン人は教えを伝えてくれた宣教師や教会の素晴らしいプログラムに帰依したのではないことに留意してください。指導者の人柄に、あるいは文化遺産や先祖の言い伝えの保存に帰依したものでもありません。主、すなわち救い主である主と主の神聖と教義に帰依したのです。そして二度と道を踏み外しませんでした。証しとは聖霊の力によって得る霊的な真理についての知識です。継続的な戒心とは、知圧的な心を持って義にかなった理由から啓示によって与えられた真理に絶えず心を傾けることです。福音は真実であると知ることが証しの本質です。福音に一貫して忠実であることは戒心の本質です。私たちは福音が真実であることを知り、福音に忠実でなければなりません。10人の乙女の例えについて解釈が数多くある中で、今その一つを使って証と戒心の関係を強調したいと思います。思慮深い5人と思慮の浅い5人の10人の乙女が明かりを用意して花婿に会いに行きました。乙女が使った明かりを証の明かりと考えてください。思慮浅い乙女たちは証の明かりを用意しましたが、油を用意しませんでした。この油を戒心の油と考えてください。しかし思慮深い者たちは自分たちの証の明かりと一緒に入れ物の中に戒心の油を用意していた。花婿が来るのが遅れたので、彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ花婿だ、出迎えなさいと呼ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きて、それぞれの証の明かりを整えた。ところが思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。あなた方の油、すなわち戒心の油を私たちに分けてください。私たちの証の明かりが細く消えかかっていますから。すると思慮深い女たちは答えていった。私たちとあなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。5人の思慮深い乙女は利己心で分け与えたくなかったのでしょうか。それとも戒心の油を借りることはできないと正しく伝えていたのでしょうか。戒めに絶えず従順であることから得られる霊的な強さは他の人に与えることができるでしょうか。聖文を熱心に学び深く考えることで得た知識は必要な人に与えることができるでしょうか。福音が忠実な末日生徒にもたらす平安は逆境や大きな問題に直面している人に与えることができるでしょうか。できないということがこれらの問いに対する明白な答えです。思慮深い乙女が適切に断言したように、各人が自分で買わなければなりません。霊感に導かれたこの乙女たちは商取引のことを述べたのではありません。証の明かりを灯し続け、十分な量の戒心の油を用意するという個人の責任を強調しているのです。この重要な油は忍耐し、根気よく教えに教え、訓戒に訓戒を加えて一滴ずつ得るものです。手抜きはできません。最後に短時間で慌てて準備することもできません。忠実であり、常に祈り、あなた方のランプの芯を切り揃えて火を灯し、油を備えて花婿が来るときに用意できるようにしていなさい。私は約束します。真理を知るようになり、主に帰依すると確固として堅固でいられ、決して道を踏み外しません。余念なく謀反の武器を捨てるでしょう。祝福として証の明かりと十分な量の戒心の油から明るい光を得られるでしょう。
そして一人一人がもっと十分に改心すると、家族や仲間を強めるようになります。これらの真理について主イエス・キリストの神聖な御名によって明かしします。アーメン。